ラが苦手なタキちゃんとお散歩タイム。まあ早速うんちちょっとカットかな。うんちしてる姿もね、私は好きですから。よいしょ、ちょっと待ってな、いかんといてな。うんちがな、うつったあかんみたいやから知らんけど、まあ、嫌な人もねいはるかな。知らんね。まあまあこれはね、わかんないですね。やっぱり昔小学校の時とかね、なんかうんちは汚いものとか思ってましたけど、なんかやっぱり踏んだりとかね、要はあったじゃないですか。だけどなんか病院で働いてから、なんかほんとうんちってね、全然汚いと思わない。特にまあね、人間のお世話してたからね、自分でできないのをこっちがお世話するのは当たり前だし、その人もやっぱりお世話してもらうのはやっぱりね、最後まで羞恥心は残るって言いますからね、それをお世話させてもらうのもやはり気を使いますよね、逆に。だからもう全然こっちは何とも思ってないのでね。あおちゃんのも綺麗よな。ちょっと今うんち袋置いてきたからな、後でうんち袋忘れんようにせな。あおちゃんね、あのカメラ苦手なんですけどね。そうやけど、あの歩くのはね、いつもトロトロでね、こうやってね、前はね、あのリードつけてもう近づこうもんならパニックやったんですけど、かなり慣れてね、もう外でね、この付け替えとかもかなり難儀してたんですけどね、暴れて。今信じてくれてるから全然ね、こうやってねマイペースにね、とっことっこついてきます。引っ張りなんてしませんこの人ね。ちょっとな、歩くの嫌かな。暑いのがねちょっと苦手みたいで、本当に今日まあ暑いっていうか、まあね、最近の涼しさから言うと、そんなとこは嫌、こっちに来て、蜘蛛の巣が、あなた、もうお家帰って撮ろう。蜘蛛の巣、蜘蛛の巣、カー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 、よしよし、蜘蛛の巣とカーがいっぱい、ほんで口からは草がぶら下がってる。いやだ、それ虫じゃない、ちょっと待って、ちょっとそれ私がパニックになったらあかんから、じーっとね我慢して。この棒はね、怖いやろ、怖いやろ。そやけどな、これクモの巣がな、えらいこっちゃで、もうしゃあない、頑張る私。うわー、おー、あー、クモの巣の先にねカマキリかなんかわかんないけどついてたのを、あおちゃんが引っかかって、ちょっと待って、顔えらいことなってるわこれ、私大変。ほんで蚊がな、あおちゃん焦るな、ちょっと待ちや、このまま待ち、顔も刺されるし、あんた黒いしな、余計やな。ちょっと待ってな、私クモの巣も取れるようになったのよ、あおちゃん、あおちゃんのために。うわうわ、こんな顔に蚊とか、もうちょっと今日は帰ろう、今日は蚊が多いわ。スプレー、スプレーね、いただいたんですよ、ハーブのね。これ触れんのもね、あおちゃん信じてくれてるから。ほんとな、ここでぼーっとな、色のも見たいけど、ちょっと私余裕ないわこれ、この虫の大群とか。ごめんごめん、今日はちょっと帰ろな、蚊刺された、かわいそうや、ややろかゆいな、びっくりしたわ、あおちゃんびっくりするわ。ほんとにもう顔面クモの巣に虫ぶら下げて、蚊に囲まれて、あなた
もう一人で生きてたらどうすんの。ずっと蜘蛛の巣ぶら下げとかなあかんねんね。これからはな、あの、はよ里親さんにな、そういうふうなことしてもらおうな。ちゃんとお世話な、自分でできへんことはなしてもらうんやな。あちゃん性格いいから、ほんまに行こう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 。っていうわけで、あおちゃんとほのぼの散歩はちょっと緊急帰宅へ帰宅することにしました。あーびっくりした、あーびっくりした。しかもカマキリとか、ちょっとカマキリがバッタかわかんないさ。もう今ね、老眼鏡ずらしてつけてたん、たまたまねつけてたんでね、虫やっていうの分かったけど、それがカマキリなんかバッタかわかんないですどっちも一緒、もうどっちも緑やし、どっちも怖い。あー怖かった、ごめんね怖がらして。もうほんとね、よう雄たけびあげんようになったことです。もう犬パニックになりますからね、ほんとな。ちょっと怖いな、もう私も怖いわ。虫は本当にかな、あれが、セミとかね、なんかバチバチ言うて飛んできたりとかしたら、本当雄たけびを抑えんのに私多分必死やわ。やっぱり未だにちょっとダメですね。いくら老眼になったとはいえ、ちょっと怖いです。あ、じゃあほんまに顔多いわ、行こう行こう。ちょっとスプレーなしでは危険な。はい、ということで、すいません。あいちゃん、どうした？あいで、あいで。あいちゃん行くよ。あいちゃん行くよ。あいちゃん行きますよ。どうした？あいで。あいで。あいこ。はい、今ピッタリ。はい、いらっしゃい。